トリプル A 級オクラホマレットホークス時代エステバン、ヘルマングリーディは、元プロ野球選手、ドミニカ共和国産、クリストバル州出身。現在は、ドミニカ共和国野球連盟の理事を務める。姓は、英語読みの場合ハーマン、または、ジャーマンと表記される場合があり、ヘルマンはスペイン語の発音に近い表記となる。1996年7月4日、アマチュアフリーエージェントで、 オークランドアスレチックスと契約が成立。1998年、ルーキー級で55試合、打率。307、出塁率。404.240盗塁の好成績を上げ、アリゾナリーグのオールスターに選出された。2000年、A と AA にステップアップし、合計で133試合、出塁率。357.83盗塁を記録した。二千二年五月十一日の、 ボルチモアオリオールズ戦でメジャーデビュー。2004年メジャーでは自己最多の31試合に出場した。10月15日に FA となった。2004年12月1日にテキサスレンジャーズと契約。2005年レンジャーズ参加のトリプル A 級オクラホマシティレットホークスでは117試合の出場で打率。313.5本塁がオプス823。 43盗塁を記録したが、メジャーでは5試合の出場に止まった。2005年12月8日に、ファビオ・カストロとのトレードで、カンザスシティロイヤルズに移籍。2006年は開幕メジャー入りし、106試合の出場で打率。326.3本塁が、オプス、880.7盗塁の好成績を残した。守備では、右翼手と保守、投手を除く。 全ポジションで起用された。2007年は打率。264.4本塁打。オプス。727.11盗塁と前年より数字を落としたものの、自己最多の121試合に出場。前年に引き続きメジャーで定位置を確保した。2008年は89試合の出場で打率。254本塁打なし。オプス。642終わり。 2009年3月9日、ロイヤルズから解雇された。2009年3月13日にシカゴカブスとマイナー契約を結んだが、4月4日に解雇され、4月8日にテキサスレンジャーズとマイナー契約を結んだ。レンジャーズ参加のトリプル A 級、オクラホマシティレッドホークスでは105試合の出場で、打率319点4本塁が、 オプス833.35盗塁を記録したが、メジャーでは19試合の出場に終わった。2010年、オクラホマシティで126試合に出場し打率、280.5本塁打、オプス759.50盗塁の成績を残したが、メジャーでは13試合の出場に終わった。11月5日に FA となるが、19日に、 レンジャーズと再びマイナー契約を結んだ。2011年、レンジャーズ参加のトリプル a 9ラウンドロック。エクスプレスでは123試合の出場で打率。301.7本塁が、オプス、799.44盗塁の成績を残した。シーズン終盤にはメジャーに昇格し11試合に出場。さらには、ワールドシリーズ出場も果たした。オフには、 ドミニカ共和国のウィンターリーグに参加。11月2日に FA となった。12月14日、埼玉西部ライオンズへの入団が発表された。2012年5月28日、阪神甲子園球場にて2012年、当初は一番打者として期待され、開幕からしばらく一番で起用されていたが、ほどなくして6番や7番での起用がある時になった。5月からは5番で、 中村剛しや中島博之が故障で離脱している。時期は三番で起用されることもあった。ポジションは当初二塁手や中堅手で起用されていたが、他の選手との兼ね合いもあり、シーズン中盤以降は三塁手に固定された。このように打順や、守備位置は二点三点したが、最終的には、チーム唯一の百四十四試合フル出場を、果たして打率、二百七十の数字を残し、 瞬速を生かして、リーグ2位の41盗塁を記録した。外国人選手がシーズン40盗塁以上を記録したのは1956年に55盗塁したロベルト・バルボン以来56年ぶりであった。本塁打は3本であったが60打点。リーグ3位の勝利打点13であった。その一方で、閉殺打や盗塁、県政士の多さも目立ち、リーグワーストの20閉殺打を喫した。 球団はヘルマンの俊足と勝負強さを買ってかねてから残留させる意向を示しており、12月3日に新たに1年契約を結んで残留が決まった。2013年は序盤、5番、3塁手として起用された。5月以降は打線の再編がしばしば行われるようになり、6月末以降は1番で起用された。打撃面では、 前年の勝負強さと選球眼に加え打率もリーグ3位の319とシーズン終盤まで首位打者争いに加わり最終的には最高出塁率のタイトルを獲得している総類面では2年連続となる40投塁をクリア前年に引き続き全試合出場を果たしリードオフマンとしてチームを牽引した球団側は契約延長を申し出ていたがヘルマンは これを断り、12月2日発表の、交流戦手名簿から外れる形で自由契約工事となった。2013年12月6日に、オリックスが獲得を発表した。2014年、開幕は1番打者としてスタートし、交流戦付近では3番。シーズン終盤は6番と打順を点々とした、チーム2位の30盗塁をマークし、チームの機動力向上に貢献。 キャリアハイとなる7本塁打をマークしたが、打率。250と来日以来ワーストになるなど打撃は苦しんだ。2015年、オープン戦は打率。324と好調だったが、内野では、新加入した小屋の栄一、中島博之が、シーズン開幕からスタメンで起用されることが多かった。ため、ベンチからのスタートが多くなった。さらに、4月8日の試合で、走塁中に、 右大体裏肉離れを起こし、翌日に登録抹消された。5月中旬に復帰後も、打撃不振が続いたため、6月下旬に再度、抹消された。7月上旬に再登録されると打撃に、復調の兆しが見えたものの、ベンチからのスタートが多い状況は変わらなかった。9月23日の試合で、守備の際に右内転筋を痛め、翌日に登録抹消されるとそのままシーズンを終え、 今シーズンは出場機会が激減した上、凡庸な成績に終わった。10月5日に球団からウェーバー工事申請の手続きを行ったと発表があり、9日に NPB から自由契約選手として公示され、オリックスを退団した。オリックス退団後は母国ドミニカ共和国に戻り、ドミニカウィンターリーグであるリーガでベースボールプロフェッショナルデラレプブリカドミニカーナの トロスデルエステで一試合のみプレーし、現役を引退した。チームからは、ウィンターリーグで5度の盗塁王を獲得するなどした、栄誉を称えられ、背番号1を永久欠番にすることが発表された。現在は、ドミニカ共和国野球連盟の理事を務めている。全力プレイをモットーとしている。怪我が少なく、西部時代は、中村強なり、片岡駅氏 栗山匠ら主力が怪我に苦しむ中でも2012年、2013年と2年連続で全試合出場を達成し、チームを支えた、得点圏にランナーを置いた場面で、抜群の勝負強さを発揮する、クラッチヒッター。長打力には、かけるがコンパクトなスイングで、変化球への対応がうまく、少々内側のボールでも逆方向に鋭いゴロを、弾き返すことができる。 メジャー通算で10打数に1つの割合で死球を選ぶなど選球眼に優れ、ギダも上手い。バッテリーを除く内野全ポジションと左翼種、中堅種で起用されたことがあるユーティリティープレイヤー。遊撃種としては肩が弱いため、アメリカでは主に二類種として起用された。二類守備は、守備範囲の広さとダブルプレイ時のフットワークともに平均レベルだが全ポジションで、 メジャー通算のザート DRS どもに平均を大きく下回る。日本では当初は二類種あるいは中堅種としても起用されていたが、2012年半ばから三類種に固定された。2013年は守備についたすべての試合で三類種として出場している。三類守備はライン寄りの打球反応に優れる。盗類の基礎数が多く。 マイナー通算11年で459盗塁を記録している俊足の持ち主。2000年にはマイナーでシーズン83盗塁を記録。また、2012年にはメジャー通算を上回る41盗塁を記録し、東北楽天ゴールデンイーグルスの精査は量に次ぐ、パリーグ2位の成績を残している。盗塁の際、日本では通常は足からスライディングするのが一般的だが、ヘルマンの場合は、 中南米出身の選手らしく、頭からスライディングすることが多い。ヘルマン自身は、僕のスライディングは99%が、ヘッドスライディング。野球を始めた時からやっているからねと話している。アスレチックス時代には、リッキー・ヘンダーソンから直々に指導を受けたこともあり、当時は、リトル・リッキーと呼ばれていた。勤勉な性格で、通常外国人選手は免除されることが多い。 試合前ミーティングにも毎回参加し、相手投手をビデオで研究している。仲間思いな一面もあり、2012年9月2日の対1話ロッテマリーンズ戦では怪我で、戦線離脱している栗山匠のリストバンドをつけて試合に臨んだ。試合後のヒーローインタビューでは、彼の思いを一緒に持ちながらプレーしていますと栗山を勇気づけるコメントを残した NPBNPB。NP ありがとうございます。